えー、今回回はご制限杯の、ね、2回戦見ていいいきたいと思いますで今2回戦やってるんですけど超朗報なんですけど上野さんがですね世界ナンバーワン女流のですねサイチェン九段韓国の女流のナンバーワンでもう世界ナンバーワンと言ってもいい棋士なんですけど勝ちそうですねもうほぼ勝ちそうです。えー、っとと鈴木さんと 藤沢さんはちょっと評価値的にもかなりね苦しい局面になってるんですけどちょっとね上野さんの碁を見ていきたいと思います今この局面なんですけどいやーいや上野さんねこれ難しいんだけどね勝ったと思いますねちょっと難しいことになってるんですけど うん、ちょっと僕が見た感じはもう白がほぼ勝ちの局面になってるのかなと思いますではね初手からちょっと見ていきたいと思います黒番がサイチェン九段ですね相手三々から打ってきましてでヒラいてきましたねでコス見つけて 打ち込んでいきましたねこの手いい手でしたねコスミツけ一本から打ち込みは。まあ意味としては打ち込んだ意味としては、まあ、黒が桂馬マとかにねボウ、まあ、子に打ってくればこれ羽ネツギこれは、まあ、まともに動いていく手もあるんですけどねこういうふうに角に打って例えばですけど分かりやすく羽ネ次打ったとしてもこれこの形白がいいんですよね黒継ぎになったとしても。 まあどうしてこの形が白がいいかと言いますとこれ手割りで考えると白がいいっていうことがわかるんですけど、まあ、例えば白がハネツいだ時に、まあ、これ非常に大きい手なんですけど黒は守りの形としてはこれかけ継ぎが非常にいい形で後継の守り方なんですね。でこの時に黒がですねこちらに。 なななんか桂馬ににて変な守りり方した理屈になりますのでこの形はでそれからこちらに覗いて次になった形ですのででこれまだ下辺ね黒字確定字になってなくてこれ動き出す手があるんですよまともに。で跳ねて押さえて駆けついてでこれコスミぐらいですけど白次にケ馬マにピョンって飛び出す手あるのであのこちらにね並ぶような手が。 ありまして、ねまあこれが何かうん聞くとするとこうやってつけて当て込んでいってまあ黒当ててきたらこういうのようなね形で粘る形がありますのでまあなんか繋いだらもう生きてますからねこれ白こちらにへこめば。なのでこれはですねまだ下辺が。 まともに動き出していく手があるので結構黒も受け方難しいんですよこの打ち込みに対して。なので黒は手を抜きましたねちょっと受ける手が難しいということで困った時は手抜きですね。でこちらに肩付きを打ってで割り込みから白切ってこちらに。 でかけましたね。これ隅味よく守った手ですね。で開いて一回こちらに覗きましたね。この。覗きというか打ち込みですね。この打ち込みいてでしたね。まあ黒上から押さえてきたらこれ渡っちゃいますからね。こうやって。これは黒大失敗ですから。まあ次だと。これよくある手筋があるんですけど。 手筋の本とかによく載ってるんですけど、まあ、実戦でもよく出てくる手筋なんですけどこの形はこれぶつかりからいきまして羽1本打ってこっちに飛ぶっていうのがこれ白の手筋なんですね。これで黒ができる手がないのでできてきたら切って上から出て,てこれ取れますのでこちらの黒石。なのでこれね黒が継ぐと。 ぶつかりから羽からピョンとね飛び出してこれ黒困ってしまうんですねなので実践黒の受け方はこの下付けが最善の一手でこれいい手でしたねまあ白ねただ跳ね出す手は残りました跳ね出しに対して黒一応ね次があのいい形ですので黒もまあ白ね一応跳ね出しから字を稼ぐ手は残りました残りましたね でこれ1本利かしと見てこちら角に打ちましたね。でカけついてここで黒手抜いたのいい手でしたね。この形はですねこれね黒からね後で取りに行く手があるんですねまあ後で実戦出てくるのでその時に解説したいと思うんですけどこれ手抜いたのがいい手でした。で曲がって跳ねて跳ねて。 で黒も跳ねた時に白も跳ねてで切って飛びましてこれ飛びが利き筋なんですねこれがですねまあ何か白が手抜いてしまうと当てる手がある,あるんですね当てる手がありましてこれ継ぐと跳ねられてこれ黒が渡っちゃうんですねなんか白がこうやって跳ね出して当てて 連絡を遮ろうとしてもこっち。にこちらにダメ詰められて白2。手しかないので。これは白が取られちゃうんですね。こちらの白石が。なのでこれは効いてるんですね。飛び下がる手は？行って必要です。で、こちらに牌を打ってこれ白からね。跳ね出しの手が残ってるところなので、行ってかけましたね。手厚いですね。これは。 まあ互角のここまで互角の別れで。で三 3, 3にかかっていきましてこれ上から押してった打ち方非常に手厚い打ち方でしたね白連絡しました。でついてこちらにかけツぎましたねこれはねすごい相手の取りかけを警戒した手ですね。いやここはですね本当だったら白こう打ちたいんですよ。 で黒が跳ねてくれたらこういうふうに跳ねてこれ結構大きく生きれるんでこういうふうに打ちたいんですけどこれはですねハウとですねこれ角にくるんですよね。で白が押した時に引いてで押さえた時に置いてくるんですね。で白が遮った時にこれ跳ねてこれ白がね隅だけで部分的に生きてないんですよね。このの取り掛けがあるので あの白警戒しましまたねいやこれはですねちょっと相当のまだ真ん中の具合がちょっと空いてるのでしのぎギの具合がね難しいという判断ですねちょっと生きるかどうかが難しいということでこれだとま掛け継ぎだと生きるんですね生きるんですけどちょっとやっぱり小さく生かされるのでやっぱこの次から やはりですね採点九段のプレッシャーがすごかったということですねちょっとやっぱりここにねへこませれば黒としては不満ないのかなと思いますね。でこのハサミ付けに下がれば一応これ隅だけで生きてる形なんですね。まあ当てて跳ねてもこれ4つあるのでこれは。 黒が何か置いてきても、白が遮れば、スペースが二つ作れますので、これ生きてる形なんですね。なので、隅行きました。で、こちらに開いて、まあ、形成互角のようですね。形成は全くの五分です。で、こちらにこすみまして、こすみつけて。桂馬に打ちましたね。 で,打ち込みですねで、二間に飛んでぶつかってこすんで覗いて飛んでで、これ黒打ち込み勝負手ですけど冷静に隅から受けてこの跳ねた時にこっちらコスミがいい手でしたね。これがいい手でしたね。これでもう黒取れてますね。 でこちらににに打ってでこちらにね黒ケ馬マに来るとちょっと隅ついでく味がありますのでついでく手があるのでこれ1手守るぐらいですね白も。でこちらにつけて守ったのがいい手でしたね目一杯の守り方ででこすんでこちらにぶつかり当て込みましてで切りで打ったのが地に辛い守り方でしたね。 まあ一見飛びぐらいい打ってれば硬ですけどこれ地に辛の切りを打たないで白が手を抜くとここに黒についでく味がありますのでついでくと黒がっちゃんってして一線で渡っていくような手とか中央にあの脱出していくような手がありますのでこれ白何かしらの一手は必要なんですね。で実戦は切りで守りましたね。 ここで、まあ、左上がですね白地に白の確定地になりましてここで白がねあの優勢はっきり優勢になったようですね。で黒はこの右上のね白の追い石に寄りついてきましたね。ただこれはですねこちらに継ぐ手がついててぶつかりにも冷静に受けましてこの羽で一応白はね生きてるんですねこれ。 でこれ曲がった時に手,抜いた手,手を抜いた手がいい手でしたねこれまた最強の受け方で逆にこの真ん中の黒石が弱いので繋がってないので逆に相手が攻めてきたんですけど逆にね相手の弱点追求しながらもう地を荒らしながらねもうこれコスミがいい手でこれでしのげてるんですね相当いやこれは相当強いしのぎ方ですね。ここら辺に 一でできるってことですねコスミにあるとここら辺に真ん中一眼作る余地があるのとここら辺にはやっぱ一眼ありますから、まあ、その関係で白は生きてるということですねこのコスミでいや非常に強い読みの入ったね目一杯のしのぎでしたね全くこれ白がね形成今込み分ぐらいいいんですけど状況としては。だから少し何というか妥協しても白は。 残ってるんだけどこれ最強のしのぎでしたねめちゃくちゃいい手でしたこのコスミがで黒当てコんで追求してくるんですけど竹譜に打った手がいい手でねで黒囲いましたねでこちらに飛びましてもう今牽制としては今コみ分ぐらい白がいいのででこれ中国ルールでコミがね7目半の 起戦なんでやっぱりねちょっとコミ7目半ぐらいは白今有利なんでちょっとね気持ち的にもだいぶ白がねいけ,いけるんじゃないかっていう状況ですね。でここですねここ最後の一番難しいところが最後の最後で現れましたね。でこちらに打ちまして黒当てましたねこれはですね今コミ分ぐらいいいので、まあ、7目半ぐらいは白形成良さそうなんで。 これついでても白が勝ちなんでですねついでても勝ちなんだけどやっぱ上野さんは最強手打つタイプですから妥協決してね妥協するタイプではないですからついでても勝ちなのは分かってるんですけど最強の手でしたねいやこのアてが痺れましたねこれもういやここまでやるかっていうすごいこれはもう本当に最強手で。 い,い手でしたねこのあての反発ついでてもねか勝ちなんだけどいやこれは非常にいい手でした読み,が入読みが入った手でしたねやはりこのね世界のトップ棋士相手にはやっぱ少しでも妥協できないっていうことでねやっぱ上野さんの気迫が気合いが入った一手ですよね非常にいい手ででただねいい手なんですけど あのこうになるので、ま局面は相当難しくなります。で、ここが始まりましたね。で、こちらに覗いた時ですね。ここで一番わかりやすい。手はこれ解消する一手なんですね。解消するのが一番わかりやすい手です。で受ける手もあるんですけど、ま受ける時は形としてはこちらハ3 m m まつける手ですね。つけが受けの形でこれでま受け受けれてるんですけど、左下は？ ただ受けるとやっぱ講座いっぱい。増えてきちゃうんで、口座に黒からいっぱい効きそうなんですよね。で、ここでねまあ、解消取ればもう白はっきりはっきり勝ちのコースになるのかな？っていう局面で。上野さん次の一手はこの解消でしたね。この解消が分かりやすくて、一番いい手でもう最善の一手だったかなと思いますね。これでもうここに。抜いた ところでもう白のほぼ勝ちの局面になったのかなと思いました白の勝ちの局面になったのかなと思いましたやっぱりこれ効が解決するまではやっぱりちょっと難しい、まあ、白が込み分ぐらいいいんですけどちょっとやっぱ難しいことは難しかったので、まあ、解消して白がはっきり残ってるならそれが一番分かりやすいので解消がいい手でしたねでこれね解消する手が非常に大きな手で まあ解消こう解消すればこの白の全体の大石がもう安心ですしこれ,これね黒の大石の死活も絡んできてるんですよね。これ解消するとこれ逆にですね黒の右上の全体の死活も結構危ないんですよね黒としては。非常に大きいコー,ダーなんですねこれめちゃくちゃ大きいこれこの左上のところよりもね ちもまあ、左,左下も大きいんですけど右上の解消がね非常に大きくて最善の一手だったかなと思います。で切りましてこのね飛びがね厳しいんですね。まあ、白これね手抜いてもねこれなかなか死なないくて、まあ、これは息きぐらいはありそうですから。 これね右上がね次白もう一手打ったら死にますからね黒がこれを飛びが大きいんですね。で受けてでツギましたね。で白はこれもう切る手も残ってますしね切る手も残ってますし、まあ、黒がついだら何かオサぐらい打っとけばいいんで。 まあこれはははもう白ねね手抜ききでで生きてるんですね左下はなのでいやここに回ったのが決勝点になりましたというかもうこれね白こう解消した時点でもう勝ちと言っていいかなともう僕的にはもう解消したのがもう勝着ではっきりね勝ちになったと思いましたでもうここはね分かりやすくなりました白としてはここの黒石取ることができましてで左下もそんなに。 大きなな被害ははくて、まあ、白息はありますので、まあ、ちょっと地は荒らされたけどやっぱここ右上の得も大きいのでこれはこうの,の振り返りでは白は全く損してないんですねだから込み分のリードは保ってますので,でここをこう解消したことによってもう難しい局面がないのでということはもう白的にはもう局面的にはもうほぼ勝ちと言っていい感じになったのかなと思いました。 はいといとうわけでこの対局今終わりまして293手まで打たれたところで終局しまして白番の上野三段の一目半勝ちとなりました非常に大熱戦だったんですけどまあ上野さん序盤中盤隙がない名曲だったかなと思います世界ナンバーワンのね女流に真っ向からね立ち向かって勝利した 会心の一曲だったかなと思いますというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。